レーアレン、ウォルター・レーアレン・ジュニア、ワルテル・レーアレン・ジュニア、1975年7月20日代は、カリフォルニア州、マーセド出身の元バスケットボール選手。NBA のミルフォーキーバックス、ボストン・セルティックス、マイアミ・ヒートなどで活躍した。ポジションは、シューティング・ガード。NBA 歴代屈指の3ポイントシューターとして、知られる。ヒルクレスト高校では、 サウスカロライナ州で優勝。卒業後、コネチカット大学に進学。3年生時には、大学オールアメリカンのファーストチームに選出。さらにビッグイーストカンファレンスの最優秀選手に選ばれた。1996年の NBA ドラフトにて、ミネソタティンバー・ウルブズから一巡目5位で指名される。その後すぐ、アンドリュー・ラングと共に、 同順4位指名のステフォン・マーブリーとの交換で、ミルー・ウーバックスへ、トレードで移籍する。NBA1 年目、平均13.4得点、4.0リバウンド、2.6アシストの成績で、オールルーキーセカンドチームに選出される。その年のオールスターのイベント、スラムダンクコンテストにも出場している。2000から01シーズンは、スリーポイントコンテストで優勝。 さらにプレイオフではバックスを東地区のカンファレンスファイナルに導くも絶好調であったアレン・アイバーソン率いるフィラデルやセブンティシクサーズに第7戦までもつれる激戦の末敗れたアレンは6年半バックスに所属した2002から03シーズンバックスで47試合に出場後シーズン途中でゲイリー・ペイトン等とのトレードにてシアトル・スーパーソニックスへ移籍する 2004から05シーズンには、チームメイトのラシャード・ルイスと共に下馬評を退け、チームをカンファレンスセミファイナルへと導き、オール NBA セカンドチームに選出された。2005から06シーズン、アレンはソニックスと5年で契約更新。1試合平均25.1得点を記録し、リーグを代表するスコアラーへと成長する。2007年1月12日のユタジャズ戦では、 キャリアハイとなる54得点を記録。しかしその後すぐ、怪我のため量、足首を手術し2006から07シーズンを終えた。2007年6月28日、アレンは、グレン・デイビスと共にデロンテ・ウェスト、ウォーリー・ザービアック、ジェフ・グリーンとのトレードで、ボストン・セルティックスへ移籍した。同時期に移籍したケビン・ガーネット、セルティックスハエ抜きのポール・ピアースらと共に、 チームの快進撃を支える。ビッグスリー要するセルティックスは、レギュラーシーズンを1位で勝ち抜け、プレーオフに出場。プレーオフでは極度の不振に陥るも数字に残らない、面でチームを支え、2勝2敗で迎えた、デトロイト・ピストンズとのカンファレンスファイナル第5戦では29得点を上げるなど管に復調。ピストンズを4勝2敗で退け、アレンにとって初めての舞台である。 NBA ファイナルへと進出した。下馬評では激戦の西地区を順当に勝ち上がってきたロサンゼルスレイカーズ有利の声が勝ったが、セルティックスは持ち前のディフェンス力を遺憾なく発揮し、レイカーズを4勝2敗で下しセルティックスにとって22年ぶりの、そしてアレンにとって悲願の優勝を成し遂げた。アレンはファイナル6試合で平均20.3得点。 FG50.7%、3ポイントシュートは42本中22本成功と52.4%を記録してピアースと共にチームのオフェンスをリードし、ディフェンスでもアレンと同期であるレイカーズのエース、コービー・ブライアントとマッチアップし、高ディフェンスを披露してチームに大きく貢献した。第6戦では NBA ファイナルの大記録となる7本の3ポイントシュートを決めた。 2008から09シーズン、セルティックスは昨年同様好調なスタートを切り、シーズン途中にチーム歴代最高となる19連勝をマークする。しかし、主力のケビン・ガーネット、控えのトニー・アレン、ブライアン・スカラブリニラが相次いで故障で離脱。チームは終盤に成績を落とし最終的にカンファレンス2位でプレーオフに進出をめた。 アレンはシーズン中好調を維持し続け、キャリア敗退の FG 成功率48.0%を記録、FT 成功率はキャリア敗となる95.2%を記録し、ゲーム終盤での勝負強いシュートなどでチームに貢献た。プレイオフ1回戦の第6戦では、プレイオフ自己最高となる51得点を叩き出した。しかし、 続くカンファレンス準決勝では疲労の蓄積もあってか一回戦の活躍が嘘のように精裁を書き、チームも第7戦まで持ち込んだものの敗退した。2009から10シーズン、アレンはシーズン中は、交付調の波が激しく、トレード期限近くになると、トレードの噂も聞かれるようになった。しかしチームはアレンをトレードするようなことはなく、使い続けた。 すると終盤に差し掛かるにつれて徐々に調子を上げ、カンファレンス4位で進出を決めた、プレイオフでは安定した活躍を見せ、下馬評を覆す、ファイナル進出に大きく貢献した。ファイナル第2戦では8本の 3P を決め、2年前のファイナル第6戦で自らが記録した1試合7本の 3P という大記録を塗り替え新記録を樹立した。しかし続く第3戦では2戦目が、 嘘のようにシュートが決まらず、チームも7戦まで持ち込むもののレイカーズに敗れてしまう。天国と地獄を味わったシーズンとなった。2010から11シーズン、序盤から安定した働きを見せたアレンは 3P を次々に決めていく。そして2月10日のホームゲーム対レイカーズ戦でついに 3P 通算成功数で NBA 歴代1位へと上り詰めた。この試合は、 今まで1位の記録を持っていたレジー・ミラーが解説席に座っており、記録を達成したアレンと抱擁し祝福した。シーズン終盤にやや疲れが見えたか調子を落としたものの、最終的にシーズン FG%49.1%、3P&44.4% はいずれも35歳にしてキャリアハイの成績であった。チームはカンファレンス三位でプレーオフに進み、 アレンは、ポデモ56本中32本のスリーを沈めるど、好調を維持し続けた。しかし怪我やトレードで失ったインサイドの駒不足を解消することはできず、チームはセミファイナルで、マイアミヒートに敗れた。2011から12シーズン終了後、セルティックスと再契約せず、マイアミヒートとの契約に合意して移籍が決まった。2012から13シーズンファイナル第6戦、 第3アントニオスパーズ戦において、第4クォーター残り5秒、92対95で3点ビハインド、スパーズの優勝目前というシーン。レブロン・ジェームスが放った3ポイントシュートが外れ、クリス・ボッシュがオフェンスリバウンドをもぎ取る。同時にリバウンドに入っていたアレンが、すかさずバックステップしながら、ボッユからのパスをもらい、コーナーから騎士回生の3ポイントシュートを決める。 95対95のタイスコアになり、オーバータイムに突入。その後、オーバータイム残り1.9秒、101対100の1点リードで、マヌジノビリのドライブを止め、ルーズボールをキープし、ティムダンカンからファウルをもらう。このファウルから、ボーナススローとなり、アレンは2本とも決め、最終スコア103対100で勝利し、優勝への望みをつないだ。ファイナル第7戦、アレンは、 調子が上がらず無得点に終わったが、この日は、レブロンや、シュートタッチの良いシェーンバティエのアシスト役に回り、得点を献上。途中で、ベンチに下がったが、チームは見事2年連続3回目の優勝を果たした。リングを取るために、マイアミに来たのコメントの通り、見事に、有限実行を果たした。2013から14シーズンもヒートは、イースタンカンファレンスを制し、ファイナルは、 サンアントニオスパーズとの再戦となったが、1勝4敗と、リベンジ負けを喫した。そして、シーズン終了後に、レブロン・ジェームスが、クリーブランド・キャバリアーズに復帰し、シェーン・バティエが引退を表明するなど、チームの再編が行われる中、アレンも、ヒートと決別。フリーエージェントとなったアレンに、レブロンが復帰した、クリーブランド・キャバリアーズをはじめ、ファイナルで苦敗を舐めた。 サンアントニオスパーズ、シカゴブルズ、ダラスマーベリックス、ロサンゼルスクリーッパーズ、ワシントンウィザーズ、フルスのミルウォーキーバックスなどがアレンの獲得に乗り出し、シーズンに入ってからもゴールデンステートウォリアーズ、メンフィスグリズリーズなどがアレンとの契約に興味を示し、レブロンもキャブス入リを進めたが、契約までには至らず、2015年3月4日に、2014から15シーズンは、 プレイしないと表明。引退については、アレン本人が否定し、あくまでも優勝を狙えるチームでの復帰を目指すと、していたものの、結局所属チームを見つけられず、2016年11月1日、正式に引退を表明した。2018年3月31日、バスケットボール殿堂入りが発表された。NBA 市の中でも、傑出した、ピュアシューターの一人、 リーグ屈指の 3P シューターである。味方のスクリーンを使って素早くスペースに走り込み、そこからお手本のような美しいシュートフォームでジャンパーを沈める。パスをレシーブしてからシュートリリースまでの一連の動作が異常速さで行われるため、サイズで上回るマッチアップマンであってもブロックすることは極めて困難であり、その姿はレジーミラーを思わせる。シュートセレクションが良く、 闇雲にシュートを乱発することはない。シーズン成功数は3シーズンで1位になっている。正確無比な 3P シュートにばかり目が行きがちだが、ガードとしての総合能力も非常に高く、ボールハンドリングにも優れる。高速ドライブで得点を重ねるだけでなく、アシストも多く決める優れたパスターである。運動能力も高く、高度なダンクや技ありのダブルクラッチも決めることができる。 高い身体能力と技術を持ちながら身体能力に頼るばかりのプレーや、自らの得点に固執することは極めて少なく、個人技を強行することはない。もともとはリーグ有数のスコアラーであった。スーパーソニックス時代には1試合平均25得点を上げてチームのエースとして活躍していたが、チーム状況により、正しくはスコアラーとして活躍せざるを得なかった。 セルティック追跡後は、協調性を重んじるようになった。派手なプレーで観衆を沸かせるタイプの選手ではないために、過小評価されている嫌いがあるが、リーグ屈指のクラッチシューターであり、僅差の試合終盤では、無類の勝負強さを見せる。幾度となく、ビッグショットを沈め、チームの危機を救っている。また、高確率で、フリースローを決められる選手であるため、テクニカル、 ファウル時のワンスローや試合終盤のファウルゲーム時などのボーナススローはアレンが担当することが多い。フリースローではシュートを放つ前に必ず右手のみでシュートをイメージするルーティンを行う。彼は NBA でも数々の成功を収めてきた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。